はい、望月凛です。今回は悩んでいる人に行動する勇気を与える心理カウンセラーであるルローニさんの書かれた心が疲れない正しい休み方を解説していきます。この本は一言で言うと心の正しい休み方について教えてくれる本だ。おお、そういやなんか俺も休みの日とかまあまあゆっくり休んでるはずなんですけど、なんかだるいっていうか仕事でもプライベートでもやる気が出ないんですよね。それはお前の心が疲れてしまっていて、体は休めていても心が休まっていないせいかもしれないな。体は休めていても心は休めていない？ああ、実は心が疲れた時と体が疲れた時とでは適切な休み方が違ってくる。例えば一日中スポーツをして体が疲れたなら、夜ベッドの上でのんびり過ごして運動量を減らすことで肉体的な疲れを取ることができる。だが一日中パソコンの前に座ってデスクワークをして精神的に疲労した場合などは、その後運動量を減らして横になったところでその疲れはなかなか取れない。なるほど、疲れ方に合わせた休み方をしないといけないってことか。その通りだ。この本では心を疲れにくくする方法や疲れた心を効果的に休めるテクニックについて分かりやすく解説されている。今回の授業を受ければそんな心の疲れを取るための正しいスキルを身につけることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は感情を書き出して見える化するだな。私たちの心の中には日々いろんな感情が湧き上がってくるが、心の疲れを取る第一歩は自分の中にどんな感情があるのかを正しく知ることだ。そのためには自分の心の中を客観的に見つめることが有効なんだ。自分の心を客観的にですか？うん、自分の心の中というのは目に見えないので、今どういう感情が生まれているか説明しろと言われるとうまく言葉にできない人も多いはずだ。確かに難しいかも。だが言葉にできない、つまり整理できていないと心の疲れを取りづらくなってしまう。そこでまず今自分の心はどんな状態なんだろうと観察してみるといい。じっくり観察をしているとイライラしているなとか、なんかモヤっとしているというような気づきがあるはずだ。うんうん。そうしたら次はその感情に名前をつけるんだ。名前の付け方は直感で構わない。例えば何かにムカついているならムカムカ、モヤっとしているならモヤモヤ、そんな感じで OK だ。こうやって感情に名前をつけていくことを心理学で感情のラベリングという。ラベリングか。その名前をつけることに何か意味があるんですか？ああ、感情に名前をつけると、あ、またムカムカが出てるという感じで自分の感情に気がつきやすくなり、それに対処しやすくなる。おお、なるほど。ちなみに考えるだけじゃなくてメモに書いて見える化するのがおすすめだ。次は落ち込んだらと思ったをつけるだな。アメリカ国立科学財団の研究によれば、人間は1日に1万回以上思考するが、その8割程度がネガティブな内容だそうだ。そうなのか。だから自分で意識していなくても、また仕事で失敗しちゃった、もうダメだとか、あの先輩いつも怒ってくるから嫌いだなみたいに、ついネガティブな考えが頭に浮かんでしまうのは自然なことだ。確かに俺も気がついたらネガティブなこと考えちゃってます。そういう無意識でふっと生まれてくる考えを自動思考と呼ぶが、ネガティブな自動思考が多いと落ち込んだり最悪うつ病の原因になることもあるから、まずは自動思考が生じていると気づくことが大事だ。そのためにおすすめなのが、浮かんできた考えの後ろにと思ったをつけるという方法だ。さっきの例で言うと、また仕事で失敗しちゃった、もうダメだと思った、あの先輩いつも怒ってくるから嫌いだなと思ったという感じだ。これは心理学のメタ認知と呼ばれるもので、分かりやすく言うと自分の頭の中で考えていることを客観的に冷静に見直せる方法だ。イメージとしては幽体離脱して、はあ、自分ってこんなことを考えているんだと外から観察しているような感じだ。お、なるほど。そうすると第三者の目線から冷静に思考できるようになり、無駄に怒ったり落ち込まないようになるんだ。次はネガティブな人とは距離を取るだな。休み方も重要だが、そもそも心の疲労を軽くすることが大切だ。そのためには愚痴ばかり言ってる人やいつも怒っている人、そういうネガティブな人と距離を取ることが重要だ。あー、俺の周りにもめっちゃ愚痴ってる人いますね。いつも仕事が多すぎるとか、なんかイライラするって怒ってて、一緒にいるこっちも疲れてきちゃうんですよね。うん、愚痴を聞くと疲れてしまうのは人の脳内にあるミラーニューロン
ロンという神経細胞が関係している。ミラーニューロン？このミラーニューロンには一緒にいる相手の感情を読み取って自分も相手と似た感情になるという鏡のような性質があるんだ。それでミラーか。ああ、あくびが他の人に移るのもこのミラーニューロンの働きと考えられている。ああ、ありますね。実際、カリフォルニア大学の研究でも、怒っている人や不安そうな人を見ると同じ気持ちになりやすいということが判明している。つまり、ネガティブな人と一緒にいると、相手のネガティブな感情をミラーニューロンが読み取ってしまい、自分もネガティブな感情になり、心が疲れてしまうということだ。ええー、最悪じゃないですか。だから、もし愚痴を聞くとしても、自分の心に余裕がある時だけにしておくことだ。そしてできることなら、普段からなるべくそういう人とは距離を取るのをおすすめする。次は、睡眠こそが自分への最大のご褒美、だな。さて、心が疲れている人に一番おすすめしたいのが、たっぷりの睡眠だ。え、寝るだけですか？睡眠を甘く見るなよ。自分の時間を確保するために睡眠を削りたくなる気持ちはわかる。新作のゲームが出たり、見たい動画がたくさんあったり、つい夜更かししてしまうこともあるだろう。ありまくりですね。だが、睡眠時間を減らすと自由な時間は増えても、健康上のリスクが一気に増大する。具体的には、糖尿病や高血圧などのリスクが高まり、うつ病やアルコール依存症などの精神的な病気の発症率が高くなることも分かっている。さらに、スタンフォード大学睡眠生態リズム研究所所長の西野誠二先生は、著書の中で、短時間睡眠の人は短命になる、という考えを述べられている。早死にしたくないです。また、仮に6時間睡眠を2週間以上続けると、24時間寝ていないのと同じレベルにまで注意力が低下するとも言われている。これは、ウイスキーをショットグラスで4杯飲んで、酔っ払った時と同じくらいのレベルだそうだ。そんなやばいんですか？ああ、だから理想は、7時間睡眠だ。仕事が忙しくて無理という人は、どれだけ睡眠を削ってお金を稼いでも、健康じゃなくなれば、そのお金は治療費に消えていくだけだということは覚えておくべきだろう。確かに。睡眠優先の生活を送れば、体だけじゃなく、心も疲れにくくなってくるぞ。次は、ぼーっとする時間を作り、脳を休める、だな。心の疲れを取るための休み方で有効なのが、ぼーっとする時間を意識して作って脳を休める、ということだ。何もせず、ただぼーっとするってことですか？そうだ。現代では休憩時間でもベッドでもずっとスマホを見てしまったり、電車に乗っている時でも、つい車内のモニターを眺めてしまったりする。まあそうですよね。そうなると脳は、一日の大半の時間を情報のインプットや考え事に使うことになってしまい、休む暇がない。どんなに優秀なアスリートでも、体を休ませる時間を取らないと怪我をしたり、調子が悪くなるのと同じで、脳にも休む時間が必要なんだ。そうか。なんかそういう風に考えたことなかったです。だからこそ、ぼーっとする時間を意識して作らなければならない。家の中でぼーっとするには、歌詞のないヒーリング系の音楽を流して、椅子やベッドでリラックスして、それを聞くのがおすすめだ。また、ただ目を閉じて自分の呼吸に集中する、いわゆるマインドフルネス瞑想も効果が絶大だ。まずは椅子に座るか、地べたにあぐらをかいて座り、背筋を伸ばす。そして鼻から5秒かけて息を吸い、また鼻から5秒かけて息を吐き出し深呼吸をする。その時重要なのが、とにかく雑念を払って、意識を呼吸に集中することだ。これを1日5分やるだけでも、効果を実感できるはずだ。おお、5分くらいなら、休憩時間とかにもできそうですね。次は、軽い運動で脳の疲れが取れる、だな。どうしても平日が忙しいと、休日くらいは家でダラダラしたいと思うのが人情だ。ですよね。俺も休日は出かける元気もなくて、家でダラダラゲームしたり、YouTube 見るのが習慣になってます。実際、体の疲れを取るためには、適度に体を休めるというのは大切なことだ。だが、初めに少し話したように、デスクワークなどの作業で感じる疲れというのは、体の疲れというよりも、脳の疲れの方が大きい。脳の疲れは、スポーツの後のような筋肉の疲れから生じた疲労とは全く別物で、運動量を減らしても回復しない。確かに、休日明けとか全然疲れ取れた気しないです。そういう脳の疲れを取るためには、むしろ軽い運動などで、適度に体を動かす方法が有効なんだ。2017年に行われた、ハントという観察研究では、3万人以上の男女を対象に11年間、運動とメンタルの関係を追跡調査した。その結果、ウォーキング、ストレッチ、ヨガなどの軽い運動を週に1時間やるだけでも、メンタル悪化のリスクが 12% も下がるということが分かっている。おう、週に1時間か。
平日忙しい人は土日に散歩でもいいから軽く運動してみるといい。逆にまとめて運動しにくいという人は1日10分くらいの運動を毎日続けるというやり方でも同じくらいの効果が得られるぞ。なるほど、運動で逆に疲れが取れるなんて考えてもみませんでした。次は、天候の悪い日は全力を出さないだな。さて、心の疲れをためすぎないためには、天候の悪い日は全力投球せず 50% 程度の力で過ごすというのがおすすめだ。天候？ああ、メンタルは気候や天候にも左右されることが多い。どんより曇って雨が降っている日はなんとなく気持ちも沈むなんて経験はないか？ありますあります。確かに雨の日ってなんか暗い気持ちになりがちな気がします。ふむ、太陽の光を浴びることができないと憂鬱な気分になりやすいと言われている。日光に当たると脳の中で幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンが分泌される。セロトニンは人間のメンタルに大きな影響を与えるホルモンで、これが不足すると気分が落ち込んだりやる気がなくなったりしやすいんだ。そうなのか。そういう状態が長く続くとうつ病や不眠症などの精神疾患にもかかりやすくなる。またアメリカのジョージア大学の研究によると、比較的過ごしやすい 15.5 度から21度を基準に、それより気温が低い日はメンタルヘルスが悪化する人は少なく、反対に気温が高い日は悪化する傾向があるということが明らかになっている。暑いとメンタルやられるのか。梅雨とか最悪じゃないですか。うん、天候をコントロールすることができない以上、そういう日は省エネモードで無理せず過ごすのがいいんだ。天候の影響で頑張れない自分を責める必要はない。調子が戻った時に頑張ればいいだけの話だ。最後は、今日良かったことを3つ書き出すだな。さて、お前は毎晩寝る前に今日もいい日だったなと思いながらいい気分で眠れているか？いや、正直そんなことを思いながら寝たことがあるのかすら思い出せません。今日も上司に怒られたなとか、また彼女に振られたなとか、基本ネガティブなことを考えながら寝てます。かわいそうなやつだな。いいか、一日の終わりにネガティブになると次の日まで嫌な気分を引きずることになるから、一日の終わりをいい気分で締めくくるというのはメンタルを穏やかに保つためにとても重要なんだ。なるほど。そのためにおすすめなのが3グッドシングスと呼ばれる方法だ。3グッドシングス？ペンシルバニア大学の心理学者マーティン・セリグマン教授が提唱した方法で、日本語にすると3つのいい出来事って感じだな。やり方はすごく簡単で、紙とペンを用意して、その日に起きた嬉しかったことや、ありがたいなぁと感謝したことなど、良かったことを3つ書くんだ。うんうん。昼飯がうまかった、コンビニの店員さんが優しかった、今日はいい天気だった、など何でもいい。人はどうしてもポジティブなことよりネガティブなことを思い出しやすい傾向がある。だからこそ意識的に良かったことを思い出し、メモすることで幸せな気持ちになったり、落ち込んでいた気持ちが楽になり、一日の終わりをポジティブな気分で終えることができるんだ。おお、なんか良さそう。まとめだな。感情を書き出して見える化する。落ち込んだら、と思った、をつける。ネガティブな人とは距離を取る。睡眠こそが自分への最大のご褒美。ぼーっとする時間を作り、脳を休める。軽い運動で脳の疲れが取れる。天気の悪い日は全力を出さない。今日良かったことを3つ書き出す。だな。心の疲れを取るには、体の疲れを取るのと同じ方法じゃダメだったんですね。ああ。休んでいるはずなのに疲れが取れないとか、やる気がなくてだるいと感じている人は、体じゃなくて脳や心の疲れが取れていないことを疑った方がいい。確かにそう考えると、あれだけ休日ダラダラしてるのに回復してないのも納得いきます。ダラダラ休んでいるつもりでも、スマホで SNS を見ていたり、ゲームをしたり、YouTube で動画などをひっきりなしに見ていると、脳はフル稼働しているから疲れは溜まるばかりだ。はい、まさにそれだったんだと思います。これから休みの日は、ぼーっとする時間を作ったり、軽く運動したりしようと思います。あと、その日良かったことを3つ書き出すやつは、今日からやってみます。それがいいな。それでは、今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。